蛇がネズミ食べることに成功したら高評価よろしくね。ネズミ美味しい、高評価ありがとう。ごきげんよう、蛇ボンドです。さあ今回はカラフルスネークやっていこうと思います。まあ蛇のランゲームなんだけどね、動きがすごいグニョグニョしてるね。でこういう蛇とか丸い玉を取るとなんかレベルが上がってくね。来たよ。うしょー、やばいやばい、動きやばい。何台もの動き、うよーしょー。そう、最後なんか卵の行列ができてたね。まあ、全部食べたいな。貯めたお金で蛇のレベルアップができた。巨大蛇作っていきましょう。よいしょー。さあちっちゃい蛇は丸飲みできちゃうね。そしてよいしょー。おー、あれ、なんかレベルが下がったような気がするね。そしてなんか出した出した。おー、よいしょー。痛い。あ、ダメだ。あっちの方がレベル高かったから食らったね。そういうのもあるのか。ちょっとどんどんレベル上げていかないとね。よいしょ、オーケー。さあ今回の記録はレベル16。さあやっていきましょう。いや、いい記録出していきたいね。さあ食らいついて、さらにここで食らいついて、これもしかして、あ、多分ね、同じ色の玉を取っていかないといけないね。待って、これは避けて、あ、同じ色の道進もう。レベル上がった。あ、そういうことだね。多分ね、同じ色の道とか、こういう同じ色の玉を取るとレベル上がるね。よし、だんだんこのゲームのことが分かってきたぞ。これは玉を取りながら、そっちは無理だ。レベル高すぎる。最後行くぞー。よいしょー。さあ、卵食いすぎー。そして蛇、飲み込んじゃったねー。え、なんだ？広告見るとレベル8になるのか。よし、見よう。広告の力でレベル8になりました。あ、いいね。8からスタートだ。そして、おー、増えた増えた。なんかめっちゃ増えたんだけど、蛇の数が。で、これは余計、あ、ダメだ。ちょっと食いたかったな。今の食えたね。前の蛇いけるか？よし、いいね。レベルを減らして食ってくってことだね。あっちも、お、いいよ。成長するね。やばいんだけど、レベルの数が。レベル100いくら？よいしょ。レベル100超えました。ホワイトスネークになったんだけど、この巨大なヘビはどうだ？無理だね、これ。これ避けよう。よし、さあ、今回とんでもない記録出たね。139レベル。でも卵なかったね。卵いっぱい食べたかったのに。このステージは卵いっぱいありそうだね。卵食べ放題目指して頑張っていきたいと思います。いや、卵って大好きなんだよね。あ、なんかジャンプ台あったけど行けなかったが。まあいいや、地道にヘビ食っていこう。で、これは同じ色の玉を取っていって、レベル52、そして、同じ色の道を進んでいく。これは、あ、レベルはちょっと足りなかったが、え、こっち進みたかったな。まあいいや、あ、でもこっちの道も、ヘビがうじゃうじゃいるね。ヘビ、ごちそうさまです。いや、ヘビって、美味しいよね。いや、ヘビ食べたことないけどね。うちょ、おー。さあ、今回の記録は、いよいよ、来ました。ネズミを丸飲み。ネズミも美味しそうだったな。まあ、ネズミ食べたことないけどね。さあ、ルーレットやっていきましょう。何が来るかな？おー、あ、ダメージ力がアップしたね。まあ、攻撃力が上がったみたいだね。しかも早速、友達一匹いるし、いいね。二匹からスタートだ。よいしょ。何これ丸いの？うおー、トンネルだった。巨大蛇避けていったね。そしてジャンプ台、飛ぶね。吹っ飛んだ蛇、見てみたかったっていう夢が叶いました。さあ、丸い玉取って、さあ、レベルを減らしていくよ。よいしょ。で、同じ色の道を進んでいって、さあ、これどっちがいいんだ？こっちの方が玉あるけど、あ、ちょっと狂うか。まあいいや。さあ、今回の記録は、卵だらけ。そう、よし、広告見よう。広告の力でレベル20になりました。やばいな。もう20からスタートできちゃうのか。しかも、友達たくさんできてる。よいしょ。こりゃヘビ食い放題だ。こっちレベルをね、減らしていって。いいよ、あっちも減らしていきたいな。さあ、丸飲み。来た来た、うおー。レベル400超えた。そして、食う食う、うおー。でかいでかい。めっちゃ成長してんだけど、これも食えるか？飲み込んだね。
レベル1000超えました。やばすぎるね、このデカさ。もう人間食えちゃいそうだね。もうこうなったらさらに巨大なヘビ作っていきたいな。よいしょ、まずはね、コツコツレベル上げていくことが大事だね。オッケー、綺麗に取れた。さあ真ん中を通ってトラップも全て避ける。これがプロのランゲーム実況者の動き。ランゲームはね、多分日本一やってると思うからね。さあここも食っていって、やっぱ一つも残さず食っていきたいよね。さあそこにヘビがいるね。レベルを削って、さあ命に感謝を込めていただきましょう。よいしょー。さあ今回の記録は、いや卵食いすぎでしょう。お腹の中卵だけ。そしてなんか狼っぽいの食ったね。ごちそうさまでした。やっぱりね、ヘビにとって卵は栄養のある食べ物だからね。もっと食べていきたいな。もちろんヘビも食べていくよ。仲間なんだけどね、ヘビ。よいしょ、いいよ。さ、この時点で190レベル超えました。さ、ここで200、あ、こっち行けるよ。初めて来た、ここ。うわー、金がいっぱい散る。うわー、これが本気のプレイ。これが本気です。来ました。結構お金稼げたね。慎重に真ん中をくぐって、よいしょー。さ、今回はまあ、レベルはね、そんなまあ200くらいだったけど、お金稼げたか。そして、これは広告見よう。あれから、いろんな広告見てきて、なんか蛇の見た目が変わったね。わ、ふさふさしてるんだけど、触ってみたい。ペットにもしたいね。もう蛇が蛇を食いすぎて、可愛く進化しちゃったね。そう、じゃあ、あれはちょっと狙えないから、向こうを狙おう。いよいよ、レベルを減らしながら、ここはジャンプ台行かずにヘビを食うよ。さあ、だいぶこのゲームを上手くなってきたね。さあ、ぐにょぐにょしながら登っていって。てかこれ、ふさふさしてるからね。なんか、毛虫っぽいね。しかもこれ、緑になったら完全に毛虫だ。体が毛虫になっちゃった。でも、この色合い、おぉ、白は白で、なんか、犬とか猫ちゃんの毛みたいで、やっぱペットとして飼いたいな。さあ、卵食い放題。そこにいるのはなんだ？なんか向こうにいる生き物も食べたいな。もっとこの蛇を育てていかないとね。おいしょー。早速一匹目の仲間を食う。さあ、共食い。共食いしまくり。最高のゲームだね。さあ、成長していくよ。成長が止まらないな。さあ、ここは同じ色の道を通って、こっち行こう。そう、なになに？蛇がうじゃうじゃいる。うおー、共食いしまくり。色が変わってくね。うわ、いいね、いいね。レベル395になりました。さらにこれ、弾を全て取る。オッケー。さあ、今回の記録は？そろそろ新しい生き物食えるんじゃないかな。惜しい。近づいてきたね。よし、広告見よう。広告の力でレベル35になりました。めっちゃ成長してきたね。いや、最初やり始めた頃ね、レベル1のちっぽけなヘビだったのに、もうこんな巨大ヘビに成長できるようになっちゃったね。さあ、今日ジャンプ台、綺麗に全部取る。いいね。あれも、レベルをね、減らしながら食べたい。きたー、食えたよー、でけー。ぶっとい。そしてこれも、レベル800になってしまいました。うおー。これはいい記録出るぞ。で、こっち行こう。そりゃ、神プレイやっていきましょう。さあ、まずは卵を食い放題。来るよ、新しい生き物。巨大グモ、丸飲み、美味しい。ライオン、丸飲み、うまい。最後来たー、ワニ、丸飲み、最高。今回は全部食えるまでやり込んでしまいました。いや、こういうランゲーム、また見たいって人は高評価、よろしくね。それは、じゃあね。